見てて怖い平野耀のインスタ300万人突破も場所特定で、物議試されるファンの、節度。2022年にジャニーズ事務所を退所し、新会社、飛べ、に参加した平野耀。彼の個人インスタグラムアカウントは、わずか数日で300万人以上のフォロワーを獲得しました。しかし、彼の投稿から場所を特定するファンの行為が、物議を醸しています。 この記事では、この問題について考察し、ファンの節度を試される現状について探求します。平野紫耀がインスタ解説からわずか5日でフォロワー300万人を突破したことは驚くべき成果です。彼はジャニーズグループ、キンプリを脱退し、新たな道を歩む決断をしました。しかし、彼の投稿から場所を特定するファンの行為が問題視されています。 彼のインスタグラムでは、彼のプライベートな瞬間や食事風景などが公開されています。特定のお店や場所が特定されると、その場所を訪れるファンが殺到することがあります。 これは聖地巡礼と呼ばれる行動であり、ファンにとっては特別な体験となりますが、一方で店舗側には急激な来客数の増加やファンのマナーに関する問題が生じる可能性もあります。この問題に対してはファンの間で意見が分かれています。特定されたお店は、 客入りの増加や地域の活性化といった経済効果をもたらす一方で、対応できない店舗や迷惑行為をするファンにとってはマイナスの影響もあります。過去の事例からも、平野市用に関連する店舗が聖地巡礼の対象となったことがあります。その際、店舗側は歓迎の姿勢を見せ、平野の訪問によって売り上げが増加したと報告しています。 ただし、すべての店舗が同じような恩恵を受けるわけではなく、ファンのマナーによって店舗の評判や営業に悪影響を及ぼす場合もあります。平野仕用のファンの中には、彼が特定の場所を意図的に投稿していると考える人もいます。彼らは、彼の経験と知識を持っているため、特定行為や聖地巡礼が行われることを予測していると主張しています。 芸能人の投稿から場所を特定する行為は賛否両論があります。聖地巡礼を楽しむためには、ファン自身が節度を持ち、マナーを守ることが重要です。特定された場所や店舗に対しては感謝の意を示す一方で、周囲への迷惑を避けるためにも行動に慎重さを持つことが求められます。 平野の仕様のインスタグラムが300万人を突破し、彼の投稿から場所を特定する行為が物議を醸しています。特定された場所には聖地巡礼が訪れ、経済効果やプロモーションにつながる一方で、店舗や周囲の人々にとっては迷惑や悪影響をもたらすこともあります。 ファン自身が節度を持ち、マナーを守ることが重要であり、芸能人の投稿を楽しむ際には配慮が求められます。聖地巡礼はファンにとって特別な経験となる一方で、店舗や地域にとっても経済効果をもたらす可能性があります。しかし、特定行為やマナーの悪さによって迷惑をこむることもあるため、 ファンは配慮と節度を持って行動する必要があります。平野仕様のファンであるならば、彼の名前を汚さず、楽しむ範囲内で聖地巡礼を行うことが重要です。芸能人やファンの間には、特定行為に対する異なる意見が存在します。一部のファンは、平野仕様が特定行為や聖地巡礼を予測し、それを意図的に投稿していると考えています。 一方で、他の人々はマナーを守りつつ楽しむことの重要性を強調しています。結論として、ファンの特定行為によって生じる影響は一長一短と言えます。聖地巡礼は地域の活性化や経済効果につながる可能性がありますが、マナーの悪さや迷惑行為によって店舗や周囲の人々に悪影響を及ぼすこともあります。 芸能人とファンの間には相互の信頼関係が求められるため、節度を持って行動することが大切です。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。感謝して